心霊スポットに行った親友の話。ゆかり、久しぶり。あんたにお願いがあって電話したんやけど。久しぶりに連絡をよこしたのは、ゆかりの中学時代の友人、エミである。ゆかりとエミは、バスケ部で仲良くなって、以来、親友として付き合ってきた。高校は別々の進学先になったため、別れてしまったが、それでも、中学時代と変わらぬ付き合いを続けていた。しかし、高校2年生になった頃、エミはあまり評判の良くない連中とつるみ出した。ゆかりは再三注意をしたが、エミは聞く耳を持たなかった。ゆかりはそんなエミに愛想を尽かし、またエミはゆかりを石頭と罵り、二人は仲違いをしてしまうことに。それから2年、ゆかりは大学生として充実した毎日を送っていた。そんな矢先に、エミから連絡が来たのである。エミ、どうしたん？久しぶりやな。どうかしたん？喧嘩別れしたとはいえ、元は親友である。わだかまりなど、当の昔に忘れていた。あんた心霊とか詳しかったやん。お願いがあるんやけど、聞いてもらえる？別に詳しいわけやないけど、好きなだけやけど、話聞くで。それがな。エミの話では、一ヶ月ほど前に、とある心霊スポットに、四人で訪れた。そこは県境の、峠道にある、廃病院である。山の中腹に、ひっそりとそびえる廃病院は、かつて精神病院だったそうで、10年ほど前に廃業している。精神病院ということもあってか、廃業する以前から、心霊的な噂話が尽きなかったそうだ。また、廃業に至った経緯も、理事長が狂って自丸したとか、職員や患者に多数行方不明者が出たとか、そんな噂話もあったという。エミ、そんなとこ行ったん？あそこ昔から、やばい、言われてたやん。先輩が行こう言うて行ったんやけど。なになに？あんたなんか見たん？エミの話はこうだ。4階建ての朽ちた廃病院を探索中、3階の病棟を回っていた時、異変は起きた。階段付近のナースセンターを見て回っていると、ふと何かの音がしたという。エミが最初それに気づき、続いてコウタという先輩にもそれが聞こえた。しかし、何の音なのかよくわからない。次第に、残り二人の耳にもそれは届いた。四人は何の音なのかわからず、ただ身を潜めてじっと耳を澄ませていた。するとだんだんとその音が近く、はっきりと聞こえてくる。物音ではない。それは何かの声。それが女の高笑いだということに気がついたとき、四人は恐怖のあまり全力でその場を後にした。というのがエミの話である。うわぁ、めっちゃ怖いやん。そんなん聞いたん？ほんまの話やで。女が笑ってたんよ。ほんで、その後はどないなったん？だ。エミ？死んだ。え？コウタ先輩も、タツヤ先輩も、マキも、みんな死んでもうた。死んだって？次は私の番や。お願い、ゆかり。一緒にお祓いに行ってや。お願いや。一度は付き合いを絶ったとはいえ、元は親友。困っているエミを放ってはおけなかった。かくしてゆかりは、エミのお祓いに同行することにした。それから10日後、ゆかりは久しぶりにエミと再会した。2年ぶりの再会。エミは当時よりも派手めにはなっていたが、
例のことがあったためか、すっかりやつれていた。顔は青白く、体調は芳しくなさそうだった。エミ、あんた大丈夫なん？うん、なんとか。でも全然眠れへんのよ。聞けばあの一件以来、エミはあの女の声が絶えず聞こえているという。今もずっと聞こえる。ほんま嫌や。私、死にとうない。大丈夫。大丈夫やで、エミ。憔悴しきったエミを連れて、向かった先はとあるお寺。そこは地元では有名なお寺で、ネット情報ではあるが、お祓いには定評があった。大きな寺院門を前にし、二人が歩みを進めようとしたとき、その向こうに住職らしき男性が立っていた。事前に連絡をしていたために、出迎えてくれたのだろうと、ゆかりは思った。こんにちは。電話した横田と申します。ゆかりは、深々と頭を下げると。あんた、偉いもん連れてきたな。のぶとい声で、そう返答された。頭を上げたゆかりは、その言葉を聞いて、エミに取り付いたであろう幽霊が、相当悪いものなんだと思った。それを聞いたエミからは、不安が溢れている。友達を助けてやってください。お願いします。エミに代わって、ゆかりは再度頭を下げた。すると住職が、何言うとるねん。お友達のことやない。あんたのことや。そうゆかりに声をかけてきた。ゆかりは住職の顔を見た。住職の鋭い視線が突き刺さるようだった。私ですか？そうや。あんたのことや。いや、私やなく、ここにおる友達が。ゆかりの言葉を遮るように、住職が言い放った。あんた、わからんか？連れてきた友達、もう死んどりやないか。ゆかりは固まった。その言葉を聞いて、そしてエミに視線をゆっくりと移す。なんや、死んでることに気づいておらんかったか。あんたもう死んどるで。その言葉を聞いて、エミは一歩後ずさった。そしてきびすを返し、急ぎ早に石階段を下っていく。その時のエミの表情を、ゆかりは今も忘れられないという。あん時のエミですけど、信じられへんけど、笑っとったんです。その場を、ゆっくりと立ち去っていくエミを引き止めようと、後を追おうとしたゆかりに、住職が怒鳴った。行くな。行くんやない。振り向いたエミの両肩を、ガッと掴んだ住職が、語気を荒げていった。あの子はもう死んどる。それも立ちの悪い悪霊に取り憑かれてな。あんたらが来る前から、ものすごい悪い気が近づいてくるのが分かった。だから門をくぐらせんかった。ええか、あの子のことはもう忘れろ。哀れんだりもするな。かわいそうなんて絶対に思ったらあかん。頼られて、あんたも死ぬことになるで。現にあんたを頼ってきたんやからな。あまりにも、現実離れした出来事に遭遇してか、ゆかりはその場に立ち尽くしていた。セミの声に混じって、遠くで女の高笑いがかすかに聞こえた気がした。それで、お祓いして戻ったんやけどな。まあそれで何もなかったんやけど。後日談として、ゆかりはその場でお祓いを受けた。その際に、住職から聞いた話はこうだ。
おそらくだが、その心霊スポットに行った時に、エミは亡くなっていたと思われる。しかし、彼女自身、死んだことに気がついていなかった。生前彼女は、孤独に近い、寂しい生活を送っていたんだろう。それもあって彼女はさまよい、そしてたどり着いたのは、かつての親友、ゆかりだったのではないかという。確かに、エミの家は、両親が離婚している。もともと母親とは折り合いが悪かったが、彼女を引き取ったのはそんな母親だった。それを皮切りに彼女は変わってしまった。きっと寂しさを紛らわすために悪い連中と付き合いを始めたんだろう。何日も家を空けることが多かったようであるエミを、母親は亡くなったとも知らず、探そうともしなかったそうだ。それほどまでに、冷め切った親子関係だった。あんたを頼ったのが、あの子の思いなのか、それとも、彼女に取り付いた者の仕業なのかはわからん。住職は言う。自爆霊とは一般に、その地に居つく霊だと思われがちだが、人を縛る霊をも指すという。もしかするとエミは、そんな自爆霊に縛られ、親友だったゆかりをも、道連れにしようとしていた可能性も捨てきれないと、住職は語った。だがゆかりは言う。どうであれ、最後にエミが私を頼ってくれたのは嬉しかった。エミが変わってきた時に、もっと寄り添ってあげれば、こんな結果にはならなかったのかもしれない。そこは悔いが残ると。その後、例の心霊スポット近くの崖下からエミは見つかった。地元の林業者の人間が崖下に転落している車を発見し通報。車内から4人の男女の遺体が見つかって、そのうちの一人がエミだった。季節は夏ということもあり、発見された時にはだいぶ腐敗が進んでいたとも言う。警察の発表では、捜査を誤って崖下に落ちたとみて、事件性のない事故だとしている。